はい、どうも皆さんはこんばんにちは、チョモランマタケシです。今日は久しぶりに、2K20 の方やっていきますけど、今日はちょっとパック引いていこうかなと。てかパックを買おうかなということで、初めてパックを買いますので、ちょっと動画をね、撮ろうかなと。で、なんで買うかっていうと、今ね、ちょっとね、たまたま覗いてたら、このデラックスリーグモーメントシリーズパック、シリーズ2パックっていうのがね、来てるんですけど、これに当たりのカードが、ジェイソン・ウィリアムスのギャラクシー・オパールが入ってて、ちなみに 2K20 やったことない人は、モバイルやってる人に向けるけど、ピンクダイヤモンドの上に 2K20 はギャラクシー・オパールっていうランクがあるんですよ。でそのランクのジェイソン・ウィリアムスのカードが来てるんで、この白チョコ、これ僕ね、現役時代めっちゃ好きな選手だったんで、アイバーソンも好きでしたけど、この選手も好きだったんで、これ当てたいんで、ちょっとこれのね、パックのこれ、ちょっと20パックは買えないんだけど、10パックのやつで、スタンダード版とデラックス版があるんですけど、ちょっとデラックス版。今7万2000コイン持ってるんで、もうこれ買って全部、一気引きしていきたいと思います。お願いします。チョモランマタケシの NBA TV。はい、じゃあもう買っちゃいましょうね。買っちゃいましょう。初めて買うんだけど、これでいいのかな？決済方法、VC コイン、OK。買う。買った。おー、これ一気に引いていくの？やばい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 。で、選手は絶対1枚入ってんだよね。ギャラクシーオパールって何色なんだろう？これのね、光ってる色でね、カードの色がわかるんだけど、一個一個めくるよ。とりあえず、黄色は選手じゃないよね。これなんだ。お、ナゲッツのユニフォーム当たった。まあ、アイテムもね、当たるんですよ。アイテムも。アイテムも当たるんですけど、選手が1個入ってて、どれかな。これが怪しいんだよな。なんか色がちょっと違うんだよね。黄色ってなんだろうね。じゃあ、レアな方のユニフォームってことか。あ、当たっちゃったけど、あ、これはでも、正直いらない。普通の金のカードですね。じゃ、これが、これか。ワンランク上のカード。嘘、違う。アリーナカードでした。ちょうど外れですね。次行こう。ガンガン行こう。どれだ？まあ、黄色は違う。嘘、なんか、ぽいのないよね。これ、コートでしょ？選手かい！何これ、新しいダイナミック目標。1試合で4速攻に得点を記録する。これ何、こんなんがあんの。あとは次バッシュとかが。はい、次。お、これだ。これが当たりだね、多分。めっちゃ揺れてるし。お、2個入ってる。当たり2個入ってるよ。お、契約カード。金はどれがいい？お、コーチ当たった。リック・カーライルズ。で、こっちは普通のエメラルドだから。ドラギッチか。で、こっちですね。これなんだろう？これサファイアか、でも。お、ダイナミック目標だって。ブレッドソー。1試合で15得点と10アシストを記録する。23時間。こんなんがあるんだ。初めて知った。じゃあ次。4パック目かな？おー、これはね、アメジストだ。でも、俺は、ギャラクシーオパール欲しいからね。はい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 。この辺はどうでもいい。この辺はどうでもいい。お。ロゴか。じゃあこれ、アメジスト。まあ一応当たりだね。やっと当たりきました。クリッパーズ。SG。おー、ポールジュリー。あれ、これ持ってんじゃないかな、俺。なんかオークションかなんかで買ったような気がするんだよ。本当は当たりなんですけど、これなんかオークションで前買ったような気がするな。あ、これ、これはルビーか。
これがまあ当たりかな。じゃあ、あとで見てこう。トロントカナダ、エアカナダセンター。バッシュ、ファイリーファイブ。選手カード。で、これも選手カードだよね。ルビー、なんでしょう。おお、ドノバン・ミッチェルだ。なるほど、これで半分か。10パック買って1パックぐらい出るかな。ギャラクシオパール、ギャラクシオパールってどういうアクションなんだろう。うわ、全部、あ、これがサファイアか。契約カード、ユニフォーム、まあ、ユニフォームもありがたいんですけどね。お願いします、サファイア。お、フォーフォード。ちょっとショワイトチョコレート来てよ。ギャラクシオパール、これがなんか、あ、これ何、これめっちゃ揺れてる。白なんだろう。 KD10 お選手カード、おボグナドビッチ。なんだろうこれ、これがギャラクシオパールの、そうなのかな。白でこんな揺れてる、ちょっとわかんない、引いていこう。やべ、やばいやばいやばい、これギャラクシオパールだ。うわぁ、ホーネッツか。ギャラクシオパール、これギャラクシオパール来た。ジェラルド・ボレス、これ当たりですけど、これでジェイ・ウィルが欲しかったんだけどな。初ギャラクシオパール来た、やば。こいつスモールフォワードなの、パワーフォワードかと思ってた。よし、当たりましたね。ダイナミック目標あるよ。1試合でジャンプシュート12回決める。1個当たりました。7パック目で。8パック目。じゃあ、あれなんだね。じゃあ、アクションは分かった。あ、じゃあないってことじゃん、もう。もうないじゃん。ふざけんなよ。ダイナミック1試合で8速攻への時の件数。さん、アリーナ。でもアリーナ結構手に入れるのは嬉しいね。はい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 。ああ、外れな回でしたね。9パック目。嘘。白チョコ欲しかったんだけどな。今回も当たりないじゃん。てか全部を。まさか選手カードない。選手カードあるんだよね。どれが選手カードかわかんねえ。ああ、これわかんねえ。これわかんない選手。はいはい。うわ、次ラストなんだけど。ラストは確定、なんか当たり確定とかあんの。ああ、どうだろう。これはちょっと、わかんないから、もうこれめくるか。契約カード、金でしょ？これは違うから、これめくる。スマイル、あ、わけわかんない選手だ。あ、これだ、やべえ、やべえ、これだ、これギャラクシオパールだ。これめくろう。契約カード、これなんだろう。シティ、あ、レイカーズの当たり、ウィニホンだ。おー、これマジ白チョコお願いします。最後、俺の好きだった選手です、キングズの55番、ジェイミルお願いします。うーわー、誰だ。でもギャラクシオパールだよね。ギャラクシオパール、あ、ダイヤ、ルカドンチッチ来た。あ、ダイヤだったんだ、さっきのマーク。まあまあ、でもこれは使えるんじゃないですか、ルカドンチッチ。なるほどね、こういう感じなんだ。なるほど。ちょっと J ウィル来なかったか。いやー。でもギャラクシオパールちょっと初めての来たんで。あ、これやっぱ重複してたでしょ？これ、俺持ってんだよね。これさ、持ってる方を売るとかできないのかな？契約3つついてんでしょ？
これも重複してるから、これも1000円で売れんだ。前オークションにしてみるかな。選手をちょっと前オークションで売ってみる。はい、という感じでしたね。いかがでしたでしょうか。ちなみに僕のパーティーは、まあ、こんな感じですね。これこの前買ったんですよ。アイバーソン。これはね、パックじゃなくて普通に購入できたんで買いました。2万6000ぐらいで、しかも無限のやつが売ってたんで2万6000で速攻買いましたね。まあ、それ以外は集めたやつかな。そんな感じです。まあ、2K20 もね、もしやってほしいっていうご要望あればやっていきますんで、よろしくお願いします。では今日はこれで失礼します。バイバイ。